そういうオリンピックを今度また、札幌で開こうという動きが、始まっていますが、これについては後藤さんどう思われますか。いやだからあれですよ、あの東京オリンピックのね、まあ、決算だって実は、ね、まだ終わってないわけで、はいね、その最初の予算から膨れ上がっていったのはね、はい、なぜなのかとかね、はい、その全然そういうのを、ね、検証しないでしょ。でそうすると、ね、あのまあ、札幌市とか、まあ、北海道はね、あの最初出した予算より今少なくやってますとかって言いますけど、はい、このオリンピックが怖いのは、ね、そこで言ってた数字がすぐにひっくり返っちゃって ねオリンピックやるためには仕方ないでしょうってなってしまうからダメなわけなんで、はい、だからそれをね、そのこれから ね、 そのね、そういう費用込みでね、招致すべきか否かっていう検証するためには、うん、本当は東京大会がどうだったのかって調べてね、やるべきだと思うんですけれど、そうですね、未来に進むためには過去 の、 その検証って絶対必要ですよね。そこでそれはどん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 未来に行こうとしてる、この札幌オリンピックについては、世界的にはあの住民投票がどんどん行われて反対で中止になった市もたくさん都市もあるわけですけれども、札幌は意見を聞くということを言ってるらしいですね、うん、で意見は聞くけれども、あの、招致は変えないらしいですけれども、これ平尾さんどう思われますか。いやー、先日そう、言われてましたよね。聞くけれども、ただやっぱりでもそれでもやっぱり大きなうねりとしてね、そのもし本当に北海道に住まれてる方が、はい、招致に反対するのであれば、やっぱり声を上げる意味はあると思うんですよね、はいはい、やっぱりこうオリンピックを呼んでくるその開催地あるいは開催国の住民がしっかりと意見をもう出していくことがまず第一歩かなというふうには思います。で、オリンピックは基本的には当初予算よりも膨れ上がるのは東京のみならずもう過去そうですよね。そうですよ、まあ、前都市そうですね。であとはあの東京の時もそうでしたけど、既存の施設を使って世界一金のかからないオリンピックにするって当時の、都知事が言ってました、はい、でそれが実際あら結局あらゆる施設を建てなければいけなくなって建てて予算が膨らむわけですから、はい、今札幌オリンピックでその出されている、さまざまな予算額であるとか計画っていうのは、はい、これはねもう本当に絵に描いた餅でしかないっていうことを踏まえてきちっとやっぱり考えていかなきゃいけないと思いますし、まずは何よりやっぱり東京オリンピックの反省というか改良をきちっとしましょうよっていう、ここからしか始まらないっていう田本さんおっしゃるように思います。そうですね、これ、まあ、東京とかこうそういう決算の報告のようなものを出してますけれども、これ読んでると本当にもう素晴らしい大会だったとしか書いてないですよね。最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオプエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。